皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今巷で話題のオプス聖火の響き。2021年9月1日に発売された OPUS シリーズ第3作品目。今回紹介したいのはこのシリーズの始まりの作品を紹介したいと思います。こちら、オプス時代ファウンドアースです。今回はこちらを紹介していきたいと思います。宇宙や、ロケット、SF 好きならハマる作品だと思います。お値段は898円となっていて、なんと1000円を切る価格。ストーリークリアだけなら3時間ほどでクリアなので、妥当な値段といえばそうなんですが。まあ実際どんなゲームか早速見てみましょうか。物語は遠い未来のお話で、SF 要素たっぷりな物語になっています。銀河歴16000年。遺伝子の欠陥から地球を探す旅に出た新人類。地球探索船。それがオプス号なのである。地球探索から839日の出来事。誠とリサがこのオプス号の搭乗員で、839日かけて地球を探しているが未だ見つからず。物語の主人公は望遠鏡を操作して地球を探すロボット、M。この広大な宇宙からたった一つの地球を探すために作られたロボットである。実際839日もかけて地球を探してるのに見つからないので、誠とリサは本当に地球があるのかも怪しんでいる状態。この辺は望遠鏡の操作のチュートリアルなのでカット。そして、大きく光り輝く星を見つけたのでスキャンしてみることに。65と出た。地球との類似度は約 65%。でもこれは地球ではない。この類似度が 99.98% であれば地球と言えるらしい。見つけた惑星に名前を付けることができます。こうやって、一つ一つ地球型惑星を調査していき、地球を見つけるのがこのゲームの目的です。そして M は、リサ博士と地球を見つける約束をしましたとさ。そして、同じ場所、日時不明。オプス号はとても広く、M 一人だけに、誠とリサの姿は見当たらない。M は再起動された。オプス号も再起動したようで、何があったんだろう？ M はリサの約束を守り、再起動してすぐに地球を探すお仕事をすることに。さあどんどん惑星を調査していきましょう。今回の惑星は類似度 32%。32% だとさすがにかけ離れていますね。調査してみると、重力が弱く大気圏もない。そして水が 0% なので、人間が暮らせる惑星ではないですね。水が 0% だと植物も生きていけないでしょう。そうなると酸素もないので呼吸すらできない星になるでしょう。次の惑星持ってこい。お次は 28% と出たもんだ。さっきより低いじゃないか。この惑星は暴風や雷雨ばかりでとても住めたもんじゃないらしい。温度もマイナス21度だとさすがに寒すぎますね。はい、地球じゃない、次だ次。今度は 31% か、これも地球じゃないな。質量が足りてない上に、自転が速いらしい。1年が100日とかになるのかな？ここも水 0% だわ。水がないと生物生きていけないでしょう。さてお次は、40% で少し上がったけどこれも地球じゃないな。おう、すごい色した惑星だなこれ。今度は体積が大きく、1日の長さが長いらしい。ここも水0。こんなとこ住めるか、まず地表の色が嫌だわこれ、なんやろこれガス？紫の色したガス？気になって調べてみたら、地球も昔は紫だった説があるみたいで、紫色の膜を生成する高度光子菌というのがあるらしい。とまあ、これで4つの惑星を調査したけど、地球は見つからず。こんな調子だといつになっても地球は見つからなさそう。オプス号は先ほど再起動したばかりなので、電力供給が完全ではない。
徐々に電力が供給されていき、オプス号本来の設備が使えるようになる。その一つがこちら。リサ博士の姿をした、M をサポートするために作られた人工 AI。このリサ博士の姿をした AI が地球探索のお手伝いをしてくれます。さらに電力が足らず行けないところにも行けるようになりました。クリックすると情報が見れますので、忘れず調べてくださいね。気になる情報もちらほら。地球はないのではないか？予算もないし、これ以上地球探索は難しい。なので指定された場所に帰ってこいと通達。さらに電力供給が進み、実験室と情報室も行けるようになった。実験室には遺伝子サンプルがありました。そして、もし地球が存在しなければ人類は人工的に生み出されたものとなると書かれている。新人類と言われる人類は人工的に作られたみたい。だけどそこに欠陥が見られたから、オリジナルの地球人を見つけるために地球を探していると。地球探索プロジェクト宣言。人類が宇宙に進出して100万年が経ってるみたい。大元の遺伝子記録はないそうで、その大元を探そうってこと。もし、大元の地球人が見つからなかったら新人類は欠陥遺伝子により滅ぶみたいなことが書かれています。要は M は新人類の命を握っているわけですね。オプス号以外にもいたのでしょうが、帰ってこいと通達があった今。何らかの理由で残っているオプス号のみとなっている？緊急対応マニュアル、停電、宇宙病、閉所恐怖症について書かれている。これらのマニュアルが出ていて、誠とリサがいない、何があったのだろう？ここは誠やリサの休憩室となっている。誠の高校日誌1200日目と書かれている。帰還の日が近づいているが、リサは諦めていない。だが恒星の状況が不安定と書かれている。恒星ってのは要は太陽みたいな存在のことです。地球や火星など恒星の周りを回っているのが惑星。地球の周りを公転する月は衛星と呼びます。そして、高校日誌1220日目。恒星フレアの衝撃を受けたと書かれています。恒星フレアとは、簡単に言うと爆発現象のこと。それに巻き込まれたっぽいですね。839日に M が生まれ、1220日に恒星フレアに巻き込まれ、そして気になるのが今はいつだろう、ってこと。もう少し先へ進めばその真相が明らかになるのですが、それはぜひご自身で遊んでみてくださいな。誠とリサはどこにいるのだろうか、無事なんだろうか、新人類のために地球を見つけることができるのだろうか。とっても面白いですので、ぜひやってみてください。ちなみにこれは、オプス2作品目です。1作品目は銀河暦1万6000年に対して、2作品目は銀河暦1万5320年。疫病によるパンデミックで人口はわずか1万分の1まで減った。この2作品目もかなり面白いです。シリーズ通しておすすめな作品となっております。気になった方はぜひ遊んでみてください。と、今回はこの辺で終わりたいと思います。次の動画も見てねー。